ボートレース小島新年度の G1 シリーズ開幕戦 G1 小島キングカップ開設72周年記念競争、いよいよシリーズ最後のプログラムとなりました。第12レースは優勝戦です。1号艇には大池祐希、2号艇には河合祐希、3号艇には菊池康平、4号艇宮地元樹、5号艇羽野直也、6号艇岩瀬祐介、以上6選手が争います。最終カードも定番通りの並びとなりました。2021年10月の江戸川周年以来 G1V2 へチャンス到来です。絶好区間1号艇大池2コース、これが今年 G1 初ファイナルとなりました。こちらも G1V2 へリーチです。2号艇の河合、3コースなんか嫉妬しちゃうくらい小島とは相思相愛です。3号艇の菊池、4コースどこからでもファンをワクワクさせちゃう存在です。4号艇宮城の角、5コースどこかで見たことがあるこの水面とこの枠番、最後はとっておきのキュン見せましょう。5号艇羽野、サイアウト6コース、いつとってもおかしくない G1 タイトル8回目の挑戦です。6号艇の岩瀬、進入スタイルはスロー3艇ダッシュ3艇枠なりです。G1 小島キングカップ開設72周年記念競争優勝戦第12レース、インコースから1番2番3番4番5番6番です。今スタートしました。6選手そんなにそのない先頭体系、前提0台差とでしょうか。逃げる1号艇の大池、2号艇かわいい、刺すまくっていく3号艇の菊池、決まった。蹴り込んでくるは4号艇宮地、5号艇ハロー、6号艇の言い合わせで向こう正面です。攻め切ったのは先頭3号艇の菊池康平、2番手一歩先行4号艇の宮地、3番手から追いかけて1号艇大池、5号艇のハロー、一緒にマークの世界優勝戦スタートは正常でした。トップ使い3号艇の菊池、2番手くるっと5号艇ハロー、握って4号艇の宮地、刺すちょっとバウンドした、バランス崩した、おっと無理、1号艇大池、2号艇の可愛いホームに移って先頭3号艇の菊池、2番手は4号艇の宮地、3番手5号艇のハロー、大池は3、4号、さあ3番手からは盛り込んで5号艇羽野が接近する。4号艇の宮地は外を回して向こう正面に折り返す、2番手積んでかして4号艇の宮地、3番手5号艇羽野、上田球は3、4号、その後方水がいて2号艇の河合、6号艇岩瀬、最後方となったのは1号艇の大池で、レースは2種類マークの旋回と向かっていきます。先頭は3号艇の菊池、2番手は4号艇の宮地、3番手5号艇の羽野が振り切った。上代系は3、4、5と固まってレースは残り1周の攻防となりました。なんと優勝戦前提0台スタートの速いスリット合戦の中、この強い追い風の中、3コースが攻め切った。先頭3号艇の菊池康平、2番手は4号艇の宮地元樹、3番手5号艇羽野直也、上代系は3、4、5、ラストコーナーの旋回と向かっていきます。これで G116 回目、今年3回目、通算72回目、そしてこのタイトル3回目の V 目前、先頭3号艇菊池、2番手4号艇宮地、3番手5号艇羽野、上位系3、4、5、先頭3番菊池康平優勝のゴール、2着4番宮地、3着5番の羽野ゴール、2番の河合、6番の岩瀬がゴール、ラストは1番大池ゴール、なお3連単3、4、5 82.9 倍です。以上小島第12レースでした。